熊本交通センター。熊本交通センターは、熊本県熊本市中央区桜町にあるバスターミナル。都市計画法に基づく都市施設名称は、熊本都市計画自動車ターミナル。熊本交通センターはターミナル。1967年、昭和42年4月18日都市計画決定。熊本市内の中心部に位置していた日本最大級のバスターミナルである。 九州参考ランドマークが運営していた以下センタービルと記載。熊本市桜町一帯再開発事業に伴い2015年平成27年9月30日をもってセンタービルは閉鎖され、現在はセンタービル東側に位置していた市道をカリバスターミナルとして運営し、これまでセンタービルから発着していた全ての路線は後日のカリバスターミナルにおいて、 扱いを行っている。JR 九州の熊本駅と異なり中心部に位置し同駅より利用者が多く熊本の公共交通におけるよう交通欠接点となっていた熊本市電の唐島町電停が近くにある九州三幸バスとその子会社である三幸バスをはじめ熊本電鉄バス熊本電気鉄道熊本バス熊本都市バス さらに他県の高速バスが乗り入れている。高速バスや路線バスの拠点となっており、熊本都市圏のバス路線網は、この交通センターを中心として放射状に広がっている。なお、熊本市 AA バス、熊本市交通局は2015年、平成27年3月31日、全廃された。1967年、昭和42年3月に、市内、 水前寺地区に移転した熊本県庁の跡地を利用して、1969年昭和44年3月5日に開業した。当初、九州産業交通が主に出資する株式会社熊本交通センターが営していた。1973年昭和48年1月20日から同年10月19日まで大幅リニューアル工事が行われ、 同年10月20日の岩田や伊勢丹ショッピングセンター、後の県民百貨店開業と合わせてリニューアルをオン、した。またこの時、ホームにカラーペイントが施された1番乗り場、オレンジ、2番乗り場、ブルー、3番乗り場、ブルー、4番乗り場、イエロー、5番乗り場、グリーン、6番乗り場、グリーン。2000年、平成12年3月に、九州三考の経営再建のため、 熊本交通センター株式の内熊本市、西日本鉄道などの保有化部分を九州参考がすべて買い取り九州合併した。2006年、平成18年4月以降は、HIS 参加となった九州産業、交通ホールディングスの子会社、九州参考ランドマークにより運営されていた。ターミナルビル正面玄関の県民百貨店側には高い屋根を備えた。 センターコートと呼ばれるイベントスペースがある。広さ44平方メートルで天候に関係なく様々なイベントが行われていた。ビル1階には切符売り場、待合室、売店、喫茶店、ファミリーマート、プレイガイドがあった。3階以上は熊本交通センターホテルがあった。ターミナルビル及びバスターミナルの地下は バスターミナルのホームカーも移動するための通路を兼ねた、熊本交通センタープラザと呼ばれる地下街があった。ターミナルビル内にあるエレベーターは、これらの施設に直結しており、一般客とホテルの宿泊客が共用していた。また地下から2階までを結ぶエスカレーターが、ターミナルビル内とセンター向側に設置されていた。4本36面、乗車28。 校舎8のプラットフォームを持ち、規模は日本最大、開業当初は東洋1だった。1日の発着便数は約5700便で九州1であった。発着枠はすでに限界に近づきつつあると言われており、特に高速バスなどにおいて、複数のバスが一つのバースで重なるようにして停車して、客待ちする光景が見られた。かつては当センター開設当初から書く。 プラットフォームごとにおいて、事業者別に乗り場を設けていたが、1994年に、施設大規模改修工事が行われ、これを機に、事業者関係なく行き先別に乗り場を変された、工実。ホームランの背景色は、実際に交通センターのホームの色に準じる。運行会社の表記は、下記の通り。なお、20番乗り場は、上記4社が共同で使用する。 火ノ国2号、スーパーノンストップビニ以外の系統、銀南号、霧島号、天草号は、熊本交通センターが、始発、終着となる、他は、西武車庫、または、熊本駅が、奇襲店。熊本交通センターを含む桜町一帯の、再開発構想が持ち上がっており、当初は2011年度までに開発事業に、着手。 2014から15年の全面開業を目指すとしていた。事業費は約450億円を見込んでおり、2010年度の九州新幹線全線開業の関係上前倒しする可能性も示唆していた。規模は地上10階、地下1階予定。現在のすべての建物の総面積のほぼ2倍にあたる約20万平方メートルを予定しており、 既存の建物はすべて取り壊し、商業施設、専門店、シティホテル、約150室、賃貸、分譲マンション、約200個、医療施設などからなる複合高層ビルに建て替えるとしている。さらに、現在36の発着所がある、バスターミナルは、バスも事業者による路線再編を睨み、規模の縮小を予定している。2008年6月16日には、 九州参考 HD と九州参考ランドマークの両者が出資して再開発事業を行う熊本桜町再開発準備株式会社が設立された。その後、経済情勢などから開発計画は停滞していたが2018年完成予定として2012年10月31日に再開発計画が再度発表された。事業費は 約500億円を予定し、都市再開発法に基づく公的補助も得る予定。伝統と歴史を継承する新たな交流拠点、熊本、新城下町をコンセプトに、延べ床面積は13内市14万平方メートルの規模となる。バスターミナルは従来道立平部に設置されるが、現行のものよりもコンパクト化され、乗り換えの際の移動距離を短くし、 バリアフリーにも対応した設備となる。再開発後、バスの進入路は南北に設け、現在の東側、花畑公園側は廃止される。現在ある建物は2015年より解体し、東側に商業施設約5万平方メートルとホテル200室程度を建設、西側に3000人規模のコンベンション施設や100個程度の都市型マンションの建設を予定する。 商業施設に県民百貨店が再入居するかどうかは未定としていたが2014年8月の取締役会において営業継続を断念し2015年2月末日をもって閉店することとなったため再入居はしない方針であことから今後は県民百貨店に代わる新たな各テナントを求めていくとしているなおホテルに関しては2017年12月に リゾートトラストがホテルトラスティプレミア熊本をシネマコンプレックスに関しては2018年1月19日に東方シネマズが東方シネマズ熊本歌唱地下のスーパーマーケットはフードウェイがそれぞれ同施設内に開業することを発表した周辺では NHK 熊本放送局の花畑公園北側への移転や 熊本市産業文化会館跡地の再開発も予定されている。熊本市も交通センター東側の道路をシンボルプロムナードとして遊歩道化するなどの経営を発表している。再開発に向けた新たな取り組みとして、まずは既存の建物の解体に着手する。これに伴い、県民百貨店は2015年2月末に交通センタープラザセンターボールは、 同年3月末に、交通センターホテルセンター駐車場は、同年6月末にといった、併設の店舗は順次営業を終了し、同年9月末日をもって、当センター、バスターミナル、旅行センターは閉鎖された。今後は順次解体工事に取り掛かり、解体工事終了後新施設の建設が始まり、2019年の夏頃に新施設が完成する予定としている。なお、 バスターミナルに関しては既存のバスターミナル閉鎖から新施設完成までの間、東側の市道、通称シンボリロード NHK 熊本放送局、花畑広場230メートルの地点に23カ所の乗降場所を設けた仮バスターミナルが設置されている、詳細は後日。前述の桜町一帯再開発事業に伴い、従前のバスターミナル閉鎖に合わせ、 2015年10月1日より、これまで指導として使われていた、市民会館、シアーズホーム夢ホール前交差点から、唐島公園前交差点までの220メートルの、区間、県外高速、特急バスや空港リムジンバスは、電車通り沿いに、仮バスターミナルが設置され、現在は、下記の場所において、乗降扱いを行っている。各乗降場には、簡易屋根を設け、 花小花畑広場、旧山分解館跡地の一角に、定期券、各乗車券等の発券窓口、参考バスサービスセンターを含む総合案内所を備えた待合施設が、NTT 西日本熊本市店前には、待合スペースがそれぞれ設けられている。再開発事業主体である、九州参考グループが、熊本市から一帯の敷地を優勝で借り受けて整備されたもので、 新施設が完成する予定の2019年夏頃まで約4年間運用される見込み。新施設完成後、この区間はシンボルロードとして整備、遊歩道化される予定。このため指導としては2015年9月6日に廃止され、一般車の通行ができなくなった。1994年に公開された映画ゴジラ VS スペースゴジラでは劇中に登場し、 ゴジラと共に映っているシーンがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。